僕の名前はサイキクスオ、超能力者である。生後1ヶ月で歩くことができた。それも空中を。クーちゃんは超能力者なのね。君にだね。もともと能天気な性格の上、月日は流れだと思ったら大間違いだ。スプーンを曲げられる。カレーが食べにくくなるだけだ。しかし与えるとは同時に奪うことでもある。僕にはできないのだ。それが僕の人生だ。お、さすが超能力者。鮮やかな手口だな。手口とか言う。クーちゃんおかえり。今日の晩ご飯はとんかつよ。無視すんなよ。それに今日はステーキの日だろうが。いただきます。たくさん食べてね。おいおい、うわーい、なんだよお前は。ママの味方か。お前が食ったら飯だって。僕が超速食ったらこれを舐めて稼いだ金だ。クーちゃんの力はね、とっても困ってる人、そして優しい人のために使ってあげて。僕ならこの喧嘩を止めることは簡単だ。しかしこれは二人の問題だ。お、これは世話の焼ける両親だ。こっちだって大嫌いだよ。おー、大嫌いだ。なんちゃってるさぴょん。本当は大好き。テヘペラ。好きすぎる。聞こえてんの。クソちゃん。強制維新電子。そうだ、待ってて。仲直りの印に食べて。おお、うまい。あれは幼稚園の頃、僕はじゃんけんで負けたことがなかった。これが大人のクーや。よう相棒。粘土力、同じクラスの嫌われ者、やたらと僕に絡んで。理由はすぐ分かった。この男バカなのである。急に倒れたぞ。貧血。どうした。あ、誰もいねえじゃん。こうならやっぱ人工呼吸を。やめろ粘土。おい最近てめえケビョのこと言うんじゃねえぞ。言うなって何をだ。ケビョのことか。それともお前のファーストキスの相手が粘土だってことか。高橋、こいつもグルなのか。え、あ、そうです。何、二人ともストイスまで来い。最悪種だな、僕を巻き込む。病気なら体温高いはずだからな。 92.8 度。は、救急車呼べ。俺の名はカイドウ氏、 PK 学園に通う高校2年生。表向きは。おい、今朝のニュース見たか。毒蛇が逃げたって。マジかよ、あっぶねえな。果たして本当に逃げたのかな。ついに奴らの人類選別計画が動き出したのだ。ダークユニオン来たの。聞いて損し。俺たちがやるしかない。俺たちが人類をマーダードラグラムス。ヘビ捕まったってさ。人類選別計画で選別されちゃうよ。笑ってられるのも今のうち。騒ぎ出してるよ。え、うわー、ヘビだ。どこ行った。男子先生呼んできて。情けねえな。粘土いたのか。いや、そうじゃなくて金玉についてるよ。なんで前に出ちゃったんだ僕のバカ。私の名前はテルハシココミ。よかったらお茶しない。ごめんなさい、私これから塾があるの。うわ、つまんなそうに歩いてる。あ、やっぱり佐伯くんだ。え、それだけ。え、そこはもっと慌てふためくところでしょ。佐伯くん、ちょっと無視ってひどくない。佐伯くん、どこ行くのよ。もう避けられた。佐伯くん、おい、また来た。よかったら私もついていこうかな。粘土、人混みに紛れてやり過ごそう。粘土くん。お、あ、佐伯くん見なかった。え、相棒、いや見てないぜ。佐伯のこと好きに。オフて、テルハシさん、体育、それは僕の最も苦手な字だからこそ大変なのだ。さあ一緒に汗を流そうよね。まあハイロがそこまで言うなら。こうして試合の火蓋は切られた。僕が投げるのかよ、参ったな。佐伯くん、本気で投げるんだよ。粘土を狙っとくか。あ、お、弱すぎた。次はてめえだぜ大将。いぜい、死んでも止まる。やめるな。僕は君の本気が見たいんだ。頼んだぞ佐伯。こりゃ厳しいだろ、さすがに。ああ、確かに最初はハイロの活躍により一歩リードしていた佐伯たちのパチンコ。これは困る。かといって何もせずに負けたら好感度はカメムシ以下。一人は倒す。オーライオーライ。回転を起こした。食らいやがれメテオスパクジェノサイドボール。えい、よっしゃ、またボール来た。それでこそ俺様の相棒だぜ。とりあえず終わっとこう。よーんだれ。やめろ、負けて。
ただ届かなかったら困るから気持ち強めに。僕に任せろ。やれやれ、最終結果は82か。いい試合だったぜ。え、みなこに OK もらったの？やれやれ、最近はどこも恋愛一色だな。てか私ガキ相手しないし。彼女の姿はこう見えるのだ。年収は最低でも4000万はないとね。今日もかっこいいな、佐伯くん。君に困っているんだ、夢原千代。何度も言うが、僕は目立ちたくないのだ。私行くわよ、千代。よし、頑張れ私。声かけてこないわね。調理実習でクッキー焼いたんだけど、よかったら。あ、どうもす。誰？作戦は全て失敗に終わる。雨呼んだ？あ、佐伯くん。俺があんたの心の傘になってやる。この人が運命の人。早すぎるだろ。おい。おお。くーちゃんすごいわ。イエーイ。空飛ぶベッドで。何でもできると思ったら大間違いだ。ねえ見て見て、超力持ちの人。おお、いいじゃないか。これならドランバイ出られるわね。お礼に弟か妹をプレゼントしてやるからな。おお、この壁消しちゃって。どうなっても知らないぞ。終わったぞ。とりあえず今家にあるのソファーしかない。運ぶぞソファー。ダメだダメだ、そんなところに置いて誰が座るんだ。でも隣の部屋の方が広いのよ。これって壁を壊すんじゃない。ちゃちゃっと元に戻して。どうなってる？仕方ない。僕の超能力は万能じゃないのだから。シャツを縛ってズボンを上げろ。あ、はい。こら止まる貴様。通過激。その頭なんとかしろ。お。マインドコントロールだ。僕は他人の考えを少し変えることができるのだ。しかしこの力、多用は禁物だ。他人の価値観、常識を変えれば周りにも影響が及ぶ。今日帰りラーメンな。お。そこで僕はマインドコントロール。それにより事なきを得た人間たちは華奢なのにバカ力。トンとやっただけで気絶。このような不自然な現象は全て僕が原因なので。畠山先生な、これでよかっただろ。アメージン、君もよかったら見てってよ。アメージングな奇跡をお見せする。中にはもちろん何もありません。アメージン。さあマイケルが箱に入りました。ドラムスタート。おいおい、まだマイケルは移動しきってないぞ。 It's party time! アメージン。え、お金？いいよ気にしなくて。君のような子供からお金なんて。ビーゴー。僕数ヶ月前は普通のサラリーマンだったんだ。ただちょっとヘマしちゃってね。しまった、リストラだよ。僕には消す才能があるんじゃないかって。見誤るにも程がある。イリュージョニストは諦めて就職すべき。